皆さん、こんにちは。元女子バスケットボール選手の田中真美子さん、大谷翔平選手の結婚相手ではないかとも騒がれています。今回は田中真美子さんの人となりやいろいろな情報を集めてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まず、田中真美子さんのプロフィールを見てみましょう。田中真美子さんは1996年12月11日生まれ、2024年3月時点で27歳です。東京都の出身で、身長180センチメートル、体重70キログラムです。日本人男性の平均身長が172センチメートルくらいと言われている中でも、さらに上回る身長に驚きます。ちなみに、中学生で身長が177センチメートルもあったそうです。体重については、女子バスケ現役時代の体重のようで、女性なので現在とは少し変動があるかもしれません。2014年、アジアカップ代表、2017年、ユニバーシアード代表、50年ぶり銀メダル獲得となりました。2019年に再びユニバーシアード代表に選ばれ、学生時代から海外でも活躍されてきた選手だったことがうかがえます。大学卒業後には2019年富士通レッドウェーブに加入しました。2021年には日本代表候補に選出されましたが、2023年現役引退を表明しています。田中真美子さんは富士通時代に2021年度バスケットボール女子日本代表チーム FIBA 女子アジアカップ2021日本代表候補にエントリーされています。田中真美子さんは2023年に富士通レッドウェーブを引退されています。2023年女子バスケットの引退時のコメントは以下の通りです。今シーズンをもちまして富士通レッドウェーブを退団し現役引退することを決断しました。このチームで過ごした4年間は決して良い思い出ばかりではなく、苦しいこともたくさんありました。ですが今振り返ると、それも含めて全てがかけがえのない時間で、本当に素晴らしい経験をさせていただきましたとしています。引退後については調査したのですが公表されていません。ですが SNS の情報などからは、引退後渡米情報があったり、インスタ全削除などが見られたりしています。そのため今回発表された大谷翔平選手の結婚相手ではないかと噂されています。大谷翔平選手の結婚相手についてはこんな情報がありました。今まさに田中真美子さんが大谷翔平選手の結婚相手ではないかと騒がれていますが、一体どうなのでしょうか。ちなみに別の情報では、結婚相手は2歳年下であるともインタビューで答えています。大谷翔平さんは現在29歳、田中真美子さんは27歳ということで2歳年下という点で一致します。それから大谷選手の奥様だと仮定してのお話ですが、2023年8月頃に大谷翔平選手の奥様が渡米していたという情報があります。大谷翔平選手は右肘の靭帯損傷が判明し、手術を余儀なくされた頃になります。大谷翔平選手が返庁を迎えていた8月中旬、田中真美子さんの姿は日本にはありませんでした。田中真美子さんに近い知人が打ち明けています。この頃まだ日本で暮らしていた田中真美子はロサンゼルスを訪問しました。わずか1週間弱の滞在だったそうですが、少しでも大谷選手の傍らにいたかったのではないでしょうかと述べています。こちらの噂されている方が田中真美子さんなのでしょうか。これから大谷選手から結婚相手について新たな情報が出ることを期待したいところです。続いて田中真美子さんの学歴も見ていきましょう。田中真美子さんはもともとは小学生まで空手をやっていたそうです。ですが中学から球技系の部活に入りたいと思いバスケットを始めています。影響は2つ上のお兄ちゃんがバスケット部だったことが理由だったといいます。特に強豪の部活校だったわけではなかったようで、楽しくバスケットをしていたそうです。高校からはバスケットの名門の高校に入学します。家から1時間かけて通学し、朝練をするので朝は5時半に電車に乗り、夜遅くまで練習に明け暮れていたといいます。田中真美子さんが早稲田大学を選んだ理由はこれまた面白いです。早稲田大学を選んだ理由は、
家から近かったからという理由です。ご自身では軽い理由で大学入ったとは言っていますが、軽い気持ちで早稲田大学に入れるなんて学力も伴わないと入れるはずがありません。スポーツはもちろん勉強もしっかりとしてきたことがわかります。2月29日に結婚を発表したドジャース大谷翔平選手、大スターの電撃結婚とあって発表から2週間近く経った今も注目度は高まる一方です。大谷翔平選手は発表の翌日に開いた記者会見でお相手の女性について至って普通の人と語っていました。しかし大谷翔平選手が2歳年下だと語った結婚相手の方は、昨年バスケットボールの実業団を引退したばかりの田中真美子さんとされています。田中真美子さんのことを知る同級生はその素顔をこう語っています。中学からバスケットボール部に入部して練習に明け暮れていた。子供の頃は空手も習っていたそうですよ。有名大学に進学後、在学中に大学生の日本代表にも選出された。派手なプレースタイルではありませんが、縁の下の力持ちタイプのプレイヤーでしたとしています。そんな田中真美子さんの素顔が広く知られていく中で、大手フリマアプリのメルカリやラクマなどでは彼女の関連グッズが相次いで高額転売されているそうです。実業団選手時代に作られたトレーディングカードなどが取引されているほか、彼女のサインが入った枚数限定のカードは数万円から40万円近い価格で出品されているものもあるといいます。近年こうしたスポーツ選手のトレーディングカードは投機的価値が高まっているといいます。国内最大手のトレカ専門店ミントの広報担当者はこう話します。弊社では日本のプロ野球やメジャーリーグのほか、NBA や欧州サッカーなどをメインに様々なスポーツ選手のトレカを扱っています。現状その中で大谷翔平選手の人気は群を抜いています。最近では日本ハム時代のルーキーカードが最高1200万円で売れた事例もありました。日本だけでなく海外からの購入も増えています。価格は常に変動しますが、同じくドジャース入りした山本由伸選手のオリックス時代のサイン入りカードが約50万円、ロッテの佐々木朗希選手のサイン入りカードは約30万円程度で販売しています。大谷選手の結婚相手として噂されたバスケットボール選手の現役時代のカードは弊社では売り切れています。バスケやバレーボールの女性選手のトレカは噂とは別として、もともと人気がある商品ですと述べています。ただ注目が高まる中で彼女のトレカの売買をめぐってトラブルも起きているそうです。実際にフリマアプリ上で田中真美子さんのサイン入りトレカを2万円で購入したという男性が語りました。噂が出て出品が増えてきたタイミングで興味を持ってすぐに購入しました。購入後すぐに売り主からご購入いただきありがとうございます、期日内に発送予定ですと丁寧なメッセージが届きました。安心して届くのを楽しみにしていたのですが、何日待っても届かないんです。しびれを切らして、いつ届きますかとこちらからメッセージを送りましたが、返信はありません。フリマアプリは先方から出品物が送られない限りは最終的に泣き寝入りするしかありません。私の推測ですが、日に日に価格が高騰して10万円以上で取引成立しているのを見て、2万円で売るのは惜しいと思ったのではないでしょうか。悔しいですと述べています。大谷翔平選手の結婚フィーバーは思わぬ余波を生んでいるようです。そして日本のみならず世界中の野球ファンの度肝を抜いた電撃婚、めでたいニュースにテレビ局も色めき立っているといいます。民放キー局幹部がこう話しています。今大谷の新妻のインタビューを取ったり番組に出演させたりすることができたら高視聴率は約束されています。世帯視聴率 30% 超えも視野に入ってくる。困るのは大谷選手自身が妻の素性を明らかにしていないことです。テレビ局としては出演オファーを出したいのですが、公開しないことに配慮して指を加えて見ている状態なんですと実情を語ります。ネットではすでに大谷選手の新妻が元プロバスケットボールの選手だったとの情報が写真入りで出回っています。しかしテレビ局は大谷自身が世間に公表しない限り関係各所への取材がままならない状態なのだといいます。勝手に動いて大谷選手の機嫌を損ねてしまったら元も子もありません。大谷の場合練習風景ですら高視聴率がゲットできるんですから、
現在各局は大谷と業務提携している事務所に接触しているが、いい返事は返ってきませんね。大谷の場合、ギャラでは絶対に口説き落とせませんので、とテレビ業界にとっては厳しい状況が続いているようです。水面下の駆け引きが激化する中、3月下旬にはドジャースが誘導する形で新妻のお披露目会見が行われるという真偽不明の情報が一部のつぼねでは出回っているといいます。さらに年末特番に向けて各局とも大谷の周辺のあちこちに接触している。大谷選手の両親や母校の花巻東高校の関係者はもちろんのこと、最近は小学校の同級生にまで当たったり、大谷が好きなワンピースの作者の尾田栄一郎氏や交友のある芸能人などのルートを使うことも視野に入れて、何とか本人そして新妻とコンタクトが取れないかを探っています。スポーツ局のディレクターやプロデューサーだけではありません。営業など全ての局員が動いています。インタビューに成功したらビッグボーナスを出すという局もありますよ、とテレビ関係者は語ります。オープン戦は打率が5割超と絶好調の大谷翔平選手、新妻の姿が見たいという視聴者の声に応えるのはどのテレビ局なのでしょうか。そんな中、ツーショットが見られそうな最大のチャンスが毎年7月に行われるオールスターゲームの前日に開催されるレッドカーペットショーだと言われています。選手たちが妻や家族と歩くことが恒例になっているイベントなのですが、メジャーリーグに詳しいスポーツライターの小林信也さんは次のように述べています。もしレッドカーペットショーで初お披露目となれば、大谷と奥さんの話題一色になります。それはオールスターゲームに出る他の選手に対して失礼だと思いますから、もっと前の韓国ソウルで行われるパドレスとの開幕戦が始まる3月20日より前に結婚相手を公表するのが賢明だと思います、としています。いかがだったでしょうか。今回は大谷翔平選手の近況を中心に見てきました。オープン戦では15打数8安打1本塁打、打率5割3分3厘と絶好調。昨年の手術の影響を感じさせない活躍で、オフシーズンの調整の充実ぶりがうかがえます、と在米スポーツ紙記者は述べています。大谷翔平選手が3月1日の会見で普通の日本人とした結婚相手は、昨年バスケットボールの実業団を引退したばかりの元アスリート田中真美子さんであることは間違いないでしょう。大谷翔平さんが田中真美子さんと共にアメリカで暮らし始めた時期について、キャンプ中に来ましたと明かしています。新婚生活が始まったばかりとはいえ、そうそう大谷選手の生活リズムは変わらないでしょう。オープン戦が終わった後もクラブハウスに直行して食事をとり、ウエイトトレーニングに励んでいます。今年は投手を封印した一刀流ですから、身体のメンテナンスには特に気を使っているようです。田中真美子さんの趣味について、小説が好きでよく読むタイプと明かしています。さくらももこさんの作品が好きで、コロナ禍にはこじこじにハマっていると言っていました。共感能力が高くて、みんなで映画を見ても一番に涙を流すような優しい人、他人への悪口は聞いたことがない、人格的にも素晴らしい人のようです。所属先の実業団のチームの SNS で得意料理としてチョコレートケーキとビーフシチューをあげていました。本人はコロナ禍によく料理を作っていましたが、ビーフシチューは一から煮込んで月桂樹ローリエの香りにもこだわった一品だそうです。本人もアスリートでしたから、大谷選手がどのような食事をとるべきかも分かっていることでしょう。相性ぴったりな2人だなとつくづく感じられます。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。